ははいこんにちはテックスの投えっ、ー、とベースボーカルをやってみよう。うんギターボーカルでもいいんだけどね。うんそれはいいんだけども、えー、ベースボーカルやってみますかね。ねえ、まあ。ちょっとベースも弾けるようになったことだしまあその方がかっこいいんじゃないかなみたいなねやってみますか。でえー、っとですね、えー、まあ自分もやってますけども、うん、<laughs> まあちょっとしたコツねコツ的なものね。 この後あとちょっと自分でやった動画とかもあるんでそれもぜひ見てください。それでも説明していますえっ、ー、とね、まあ、大体楽器を弾いて、まあ、初めから楽器ボーカルやる人っていうのはちょっと意識が違うから、ね、あのまた違うのかもしれないけど楽器を初めにずっとギターでもベースでも始めて。 何でもいいから始めてその後であやっぱり歌ってみようかなって思った人のえ悪い癖がえ前を見てねえあの演奏できない歌えないというか歌う必要なかったっていう癖がついちゃってるからあのなんていうの演奏さえすればいいっていうことだったわけでしょ演奏してる時はね。だから前を向く癖がができてない人がい人るのやっぱり楽器を先にずっと弾いてた人はね。 であのそうなってくると何がいけないかっていうと、まあ、かっこ悪いとかいろいろそれはお客さんに座りづらいとかもちろんあるんだけどもまずもう顔が前向いてないとマイクがここにあるでしょマイクに声が乗らないわけもう指板を見ちゃうからみんなこ,こ,こうやってえん演奏するじゃないそもう歌ってもこっち行っちゃうからマイクがここにあるから声が全然入っていかないっていう現象があるのね。それをはもう絶対に なんとかアンドボーカルやる場合は楽器アンドボーカルやる人はちゃんと気をつけて前を見るかえと指板を見る時はこう指板を極力見ないって書いてありますが確かに芝居見ない方がかっこいいけれども指板見なきゃできないこともたくさんあるんで見なきゃいけないんだけど見る時もなるべく口マイクから口を離さずにあの目だけでなるべく指板を見るとか顔を向けてもいいけど 口ははもううううマイクにに近づけちゃうとかそういなううな工夫は絶対必要になってきますこれまずあの楽器プラス歌をちゃんとやるっていうのは当然でそれプラスマイクの使い方っていうのも意識しないと、えー、結構あの,あの人何歌ってるか分かんないなっていうねマイクに声が乗ってこないなっていうふうになっちゃうんでねそれがあの気をつけてください。 であのもう一つのコツとしてはあのベースパートを先に覚えちゃうギターパートでもいいけども、うん、おそらく楽器の方が得意な人が多いからそうするとね楽器を先に覚えちゃった方が楽かもしれない。両方いっぺんにやるのはなかなか、えー、まあできる時もあるけどちょっと理フだったりあのこっちの方がいろいろややこしい時はね楽器を先に練習しちゃう楽器を、うん、先に覚えちゃって一応まあ 楽器が楽に弾けるようになってから歌を歌えばそっちの方がいいかなって俺は思うけどもね、うん、あとねあの、これね難しいのはね何が一番難しいかってあの、意外とこっちがいろいろ複雑に動きますよっていうのよりも何が難しいかって大して動かないのにアクセントが違うのが難しいんですよ楽器がシンコペーションしてんのに演奏がシンコペーションしてんのに歌がシンコペーションしませんよっていう たたったそれだけのこととが意外と難しくてすごくあのフレーズは簡単なのにそのテンポが違うっていうだけですごく難しいからその辺をちょっとまた気をつけて演奏すればいいかなと思いますので、うん、ぜひちょっとねトライしたい人はねやってみてください。で僕があのちょっとやった演奏をこれあの動画をアップしてありますからそれ見て「あなんかできそう <laughs> このフレーズは俺もできんじゃないの?」っていうのを多分ね見れば あの大丈夫だと思うんでもしトライしたい人がいたらね是非やってみてください何かわかんないことあったら何でも聞いてくださいね。